中津渓谷中津川は四国を流れる二淀川の上流にある支流の一つ。愛媛県との県境にある中津明神山や雑誌山に発し、高知県の二淀川町を東へ流れて二淀川に注ぐ。認定流路延長は 9.0km、流域面積は32.20平方 km。流域は中津渓谷と呼ばれる継承地で、 上流の上名の川地区一帯や中津川の両岸は、中津渓谷県立自然公園に指定され、四国の水辺88カ所に選出されている。水源の中津明神山中津川の源流は、仁淀川町西部の中津明神山に発する。ここから東へ斜面を降り、上名の川地区で北の雑誌山から来る牧の谷を合わせる。源流域の上名の川地区は、全域が、 中津渓谷県立自然公園の区域に指定されている。上名の川地区はかつては沖縄の川村といい、源平時代に平宗盛が老頭を連れて落ち延び、明神山城を築いたという伝承がある。戦国時代には、文六年間に丸石四方太夫という落ちうどが誕生したという大仙神社があり、かつての尊者だった。上名の川地区の下流には、 カメの野川地区がある。ここには、元気年間に地区上と伝わる、乾燥城跡があるが、長祖壁元地下による、建地の頃にはすでに廃れた。近年は高齢化率が50%を超え、2004年にカメの野川小学校が廃校となった。翌年から校舎を利用した、山村自然学校下名の里をオープンさせ、宿泊客の受け入れや、山学、観光ガイド、山村、 農村の生活体験などを行っている。雑誌山から南流してきた北側川を合わせると中津渓谷となる。中津渓谷を過ぎると名野川地区で二淀川に注ぐ。合流点付近には1924年開業の名野川発電所がある。名野川発電所は中津川中流の亀名野川から取水しており、 184.57メートルの標高差を利用して発電している。ウルウーの滝中津渓谷は断崖や巨岩、滝や淵に富んだ景勝地である。中津渓谷県立自然公園の中核をなし、谷沿いに2キロメートル余りの遊歩道が整備され、温泉宿泊施設も設けられている。渓谷内には落差20メートルのウルーの滝、高さ約8メートルの石柱。 紅葉の滝、竜宮淵などの継承地があり、11月頃の紅葉の名所としても知られている。中津渓谷と上流の山岳地域は1958年に中津渓谷県立自然公園に指定された。指定範囲は1684ヘクタールあり、域内には太平洋と瀬戸内海、四国カルストなどを展望できる中津明神山、中津渓谷といった 自然継承地のほか、大仙神社、乾燥場跡などの旧跡が含まれている。ありがとうございます。